皆さんこんにちは、かんちゃんことかんかんです。今日はいつもと違って、こういつもは音楽を流して、まあ、僕はこうずっと動いてるだけなんでいいんですけど、こういう形で出るのは初めてなんでちょっと緊張してます。今日は皆さんにサプライズがあります。今本当にウイルスが蔓延して大変な時を迎えてるんですけども、こう日本人ってこうちゃんとマスクはするじゃないですか。マスク多分消毒もするんですよね。だけど手洗いはこう石鹸を使うっていうのがまだまだ浸透しきってないのかなと。こう水でちゃんちゃんと洗って終わらせてしまうっていうのが多くてですね、僕石鹸屋なんで最近こういう動画を上げたんですけど、ぜひ参考にしていただきたいんですけど、石鹸できちんと手を洗って汚れもばい菌もウイルスさえも洗い流していただきたい。なので今日は何とか皆さんのお役に立ちたいと思いまして、こちらです。これ石鹸です。僕たちの石鹸を作る端材で再成形した石鹸でして、非常に肌に優しい石鹸なので、こちらをぜひ皆さんに配りたいということで、多分この辺に出ると思いますけど、ご連絡いただいた方には無償でお送りしたいと思います。実は先日小田原市に石鹸を寄付した際にですね、うち の社長の青ちゃんがですね、皆さんに無償でプレゼントしますって言っちゃったんですね。無償ですから、無償というのはこう見返りを求めないということで、欲しいよと言っていただいた方には、なんと企業さんは100個とか200個とか働いてる人が多いのでたくさん必要だっていう話もあると思うんですね。なのでこちらの石鹸を何個欲しいっていうのを言っていただければと思います。数に限りがあるのでその辺は調整させていただきたいと思いますけど、皆さんにお配りしたいと思います。個人の方にはこちらです。一人の方でもご家庭に小さいお子さんですとかいろんな方が住まわれていると思うんですけど、個人の方はもうこのセットでいきます。ちょっと開けてみます。こんな感じです。見えますか？僕たちの石鹸が8個入った状態で皆さんにお配りしたいと思います。手洗いの動画とか最近増えてますよね。歌まで出てすごくいいと思います。みんなでしっかりと予防に努めようということでね。だけど肝心の石鹸がないと洗えませんので、僕たちから皆さんへのささやかなプレゼント、ぜひ石鹸を使ってもらってお役に立てればなと思います。こちらまでご連絡ください。今僕たちができることをしっかりと行って、大切な人を守り、元気に、またみんなが笑顔で、そして一日も早く普段通りいつも通りの暮らしに戻れるように、僕たちも僕たちにできることを頑張っていきたいと思います。皆さんもしっかりと予防に努めて手を洗ってください。よろしくお願いします。